ビデオカメラのデータ復旧を行いました。広島県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはパナソニック HDC-SD5、 SD カードを使って撮影をしていた。すると動画ファイルが一つだけ開かなくなってしまった。データが破損していますと表示されて再生ができない。データをパソコンに移して再生したところ、一応再生はできるが途中で再生が終わってしまい、本来あったはずのシーンを見ることができないという状況です。データ復旧処理を行い、必要な動画データの復旧に成功しました。